信しまーす。よいしょ。何から話そう。今ってさっき写真選んだのに。ちゃんとね、写真を選んでおいたんで。頑張ります。更新。あんまり別に日本語さ、たくさんあるわけじゃないんですよね、今。今語彙力そんなにないですね。何から話そうってぐらいなんかいろいろ話したいことがあるんですけど、まずは生誕祭ありがとうございましたですかね。ちょっとスマホいじらながらになってしまうんですけど、さっさとツイートします。嘘です。あれです、あれ。ねえ、私さ、今日のカウントダウン TV ライブライブのやつさ、なんだっけ、告知しとこうと思ってたらさ、なんかテンパりすぎて何もできなかった。する気はあった、めっちゃあったんだけど、ちょっとそこまで手が回らなかったから、ちょっとごめんなさい。てんてんてん、みんなにも返信したいし、ちょっと やること多すぎじゃない？やること多すぎでしょ、そんなの。よいしょ。何からすればいいのか分かんないけどね、あんまり。あ、まあこれはここだけでいいか。ちょっと待ってね。何から話せばいいんだろう。だってみんなさ、そのそのね、あの嘘だよギフトがたくさん飛んでくるから、そのコメントより早くあのそれが出てくるんですよ。わかります？この何読めばいいかわからない状態ね。守りたいこの笑顔だってコメント欄にしていいですか？ちょっとごめんなさい、すみません。あ、ケーキですかね。ケーキはあのこのあの特大のケーキですかね。そう、皆さん投げ終えたらちゃんとコメント待ってますからね。やばい、タイムラインやめようかな、一回見ないよもうごめんなさい、本当に。みんなの連打能力にかかってない？思ったけど、スタンドフラワー、そう、コメントだけにしました。よいしょ、よいしょ。何から話そっか。全部は持ち帰れなかったけどって感じです。あ、前髪の作り方ですか。これはちょっと本日失敗しまして、なんか束感みたいになってしまいまして、ちょっと前髪切ったらなんかショールームしながらやろうかなはい、って感じです。ちょっと悔しい。よく聞かれるんですけど、聞かれて答えれるほどの前髪してないと思っている。わらわら。え、なんかね、前髪長かったの。別になんか皆さんが思ってもらってるならいいかも。失敗に見えないようにするのが私頑張っている。まあこれでいいか。よし、
よし、はい、明日卒業、学校卒業したインスタ載っけよーっと。明日の真っ昼間とかでいい？そう、保育の勉強してましたね。実習も行ってましたね。よく考えたら私あれです、コンサートの次の日から実習とかありましたよ。1回じゃないのでね、やっぱり。まあ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 、多分普通の大学生の 1.5 倍ぐらいの1学期に、なんであんなに忙しかったかと言われるとそういうことですね。いや別に出れたんですけど、公演もね。あとかメガネかけれたの嬉しかったな。一周はまあ世の中のあれですね。さて、ちょっとな、何からすればいいかあんま分かんないな。あ、でも、まあまあ、あ、間違えた。もうショック。頑張ってんのに。え、メガネさ、いつ外すか分かんないか取っちゃった。また来年もしやるんだったらやりたいけど。え、だって何も知らなくて、そういえば私いつもみんなの顔あんま見てないなと思って、ショック。キスマンまでつけててよかったの？焦ってたんだよね、めっちゃ。え、待って、いつ撮るのこれみたいな。なんか最初にさ、大体履ける人がさつけてるからさ、そう、まあまあまあ、え、な、あの、でもさ、そんなことでもないんですけど、メガネ取って隠してました。まあそこはマジックということで どんなマジックだよって感じなんですけど、あの、あれなんですよ、まこさんになんか嬉しいお言葉をなぜいただいちゃってしまったので、どうしようどうしようって感じ。びっくり。嬉しかったこと、最近の嬉しかった。嬉しかったことたくさんありますね、最近。なんか本当はね、そう、普通になんかファンの人みたいな感じのノリで行きました、一人で普通に行きました。何食わぬ顔してちゃんと一人で行きました。なんかめっちゃなんか、そう、緊張しすぎて私なもう声かけれなくて、なんか他の人、他になんか足を運んで店内にいた方はなんかすごいたくさんまこさんにお話ししてたんですけど、ちょっと私はできなくて、なんだっけ、なんかそのいたスタッフさんになんか、あ、次この子もみたいな言っていただいて、やっと話しかけました。で、ちゃんと自己紹介してしました。そう、そしたら写真も撮ってくる、そう、なんかちゃん来てくださった、お店に来てくださった方と写真撮ってらして、まこさんが、で、え、私も頑張ろうと思って頑張りました。なので自己紹介しました、ちゃんと。17期生のとか言ってええと思って、絶対変なやつって思われた私と思ってた。わらわら焦りましたよ、本当に。待って、
どれが、さこゆめみーがたくさん写真撮ってくれた。この前も一緒だった時たくさん撮ってくれた。嬉しいね、嬉しいですね。とりあえず一回いいねして、いつでも返信できるようにね、ちゃんとね返信を下書きに保存してあんのちゃっかりしてるでしょ。さこゆめみね、なんかいい子だよ。待って、のんちゃんじゃなくて次こっこちゃん。こっこちゃん、でもさこゆめみの変な写真も私めっちゃ持ってるよ、マジで。これガチですこれガチですね。はい、しっかり持ってますね。ふう、私な、うん、まあそんな感じですかね。何の話しようも、あと夢見の誕生日になったら乗っけちゃおっかな。面白い女だって、ちょっとそれはよく言われないかも、あんま珍しいかもそれ。あ、ツアーの応募しました、ツアーの応募しましたか。ツアーの応募はしましたでしょうか。どこだっけな、でも個人的には一番最初に行った、人生で初めてなんかどっか行ったってなったのは福岡だったので、ぜひ福岡も、宮城も大阪も名古屋も来てくださいまあ何かの縁がありましたらで全然、あ、そう、神奈川県も来てください。神奈川県はまだ応募してない、応募始まってないんですけど、待って、パイナップルを食べようと思ってパイナップル持ってきたの、カットパイン。ぜひ来てください。何やるか分かんないけどね、まだマジで何も分かんない。あとファミマもあります。待って、ファミの宣伝もしない。でもこんなに一気にさツンとしていいもんなのかっていう。ああ、まあこれを見てる人は全員引用してください私がツイートしたこと引用してください。ぜひ、どのくらいいいねって増えるんですかね、人間。プロフィールにしてこう、プロフィールに固定するなんか誕生日に言っちゃおうかと思ったけど、やめた、やめて、ここに今日にした。はい、いや、もうちょっと早い時間にさツイートしたらよかったんですけど、あ、そんな人生はうまくいかないのでそうそうなんですね。あ、そう、クラスさんも卒業ということで二人で抱きしめ合いました、お会いした時に。なんかさ、本当にと思って、何にかれる、まあ、いっか。そうね、
嘘だよとか言われると何話しても嘘みたいになっちゃう。そうね、あんま別にめっちゃ内容のある話できるわけじゃないからさ、申し訳ない。でもまあ生誕祭でしたということでお礼ですかね。そう、なんか何しよう、何話すんだろう。私なんかえいちゃんさ、私がなんかね、今日はエイプリルフールだからまあエイプリルフールにまつわることしたいよねみたいに言ってて、で全部嘘だったっていうオチにしないみたいな話してて、本当に上手だったよね。なんか私はみんな上手だなと思いながら、おもろかった。そう、まあ気になる人はオンデマンド見てください。 VR か。なんかもうちょっとささらっと嘘でしたとか言ってほしかったかも。おもろかったから、まあ、嘘なんですけどみたいなおもろかった本当に。そう、でもまあでも今日めっちゃファンの方めっちゃたくさんコールしてくださって嬉しかった。そう、オンデマン見てね、この後。そう、午前中までなんですけど、まあ今日は許してあげて。まあまあまあ、あの子たちもね、皆さんのことをね、楽しませたかったんだろうね。嬉しかった。なんか今日どこ見ても知ってる顔が知ってる顔とか言うなって感じなんですけど、なんか知ってる人がたくさんいて嬉しかったです。まあ先祖何十何十世代も前にたどればみんな一緒ってよく言われてますじゃん。ほんと面白い子たち。あら、そうね、そう外れてしまったという方もお見かけしていたので、うん、また公園出ると来てください。何の髪型しようかな次。メガネね、あんまかけないんですけど普段。でも一回やったことある髪型はさしたくなくて、待ってさ、タワー立ってないこれ私めっちゃさ埋もれてるけど確かにタワー立ってません。誰ですか。嬉しい、ありがとうございます。でも誰かわからないんだけど2本もあるよ。だから2本あるよね、誰でしょうか。 お願いします、お名前教えてくださいって言って書くものまたないな。あるわ、ちょっとお名前
カモン、お名前カモンで、ヒューガナチさんでやってる。え、ちょっと早く教えて早く教えてって、自分が把握しときよって感じなんですけど、ちょっと一人、一人で日本語ってこと？あ、豆太郎さん、ありがとう、教えてくれて。何この豆な、守りたいこの笑顔たくさん嬉しい、嬉しいけど嘘多すぎ。二人分かった。でこの前のやつさ、あの誰かあのまとめて私に送りつけてもらえませんか？あの今度まとめてお礼するんで、誕生日の時のやつ。いつもそう、無料でにさたくさんもらったからってみんなを投げすぎだよ、嬉しいけど。もう4月だよ、新年度も頑張ろうね。そう、誕生日の時あの投げてくださった方とても嬉しいので、ぜひあの教えてください。あ、私が見たらわかるのかな。よいしょ。え、本当に誰かお願いします。あの把握しきれない、それからもう自己報告でよる、自己報告なんだっけ、なんて言えばいいの、自らちょっと名乗り出てください。私も把握しきれていないところがあるので、見逃したら申し訳ないから。なんか変な顔になっちゃった。まあ可愛いよねこれは。自己報告だっけ、自分から自己申告やばい、日本語できてないじゃん、困っちゃう。なんかテイストの違うクマになってしまった。まあいいか。日向夏さん、タワーありがとうございます。ちょっとあのいろいろ見えるけど、まあまあまあ次。嘘タワー、そんなに大丈夫ですよ嬉しいよ、嬉しいんですけど、あのコメント欄しか見えなくて申し訳ない。豆太郎さん、タワーありがとうございます。んー、じゃん、ちょっと上目にしといたから、あ、上目にしたんだけど、ちょっといける、いけますか、ここら辺のいけんじゃない、今なら。ありがとうございます、嬉しかったです。とってもちょっと遅くなってしまいすみません。もう52分や、やばい、もう4月だよ。ゆりさん356日って言ってて可愛いね。
コロネツインはちょっとさ衝撃じゃない？そうですね、そんな感じですね。まあまあまあ、ちょっと頑張ってツイートしたから、まあ、今日はよしとしよう。あとは握手会とお話し会の待っているんですけど、どうでしょうかそこのあなた、お待ちしています。まあでもやっぱり5月になったら、まあ、話したいことも増えていると思うのでね、どう、どうですか、どうですかそうですよ、そんな話したいことだってもう一番早いのが27、28だよ。え、待って、なんか来たよ、なんか来たけど嘘だよが多すぎてわからない。誰、クマありがとうございます。クマ以外に見えたよね、誰、クマ以外になんか来なかった今。クマ以外に今タワー見えたんだけどさ、見えてんだけどさ、誰でしょうか。ちょっとあのお願いします、誰か教えて、本当に。そっか、あの自己申告お願いします。あの私の目には映らなかった名前が、ちょっと早すぎる今日。誰か、こうさん、皆さん優秀な方たちですね、天才です。クマとタワーありがとうございます。やばい、あんまり時間がないんだった、もうもう4月1日ってずっと言ってるな。はい、こうさん、クマとタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。タワーのさ頂点だけ見えてんのよ、さっきから。そう、お願いしますね。ということで、あのもうすぐランキングを読みます。まずスクショしとく、しとく、ちょっと全然全然今日。そんな感じでよろしいですか。皆さん超目開けたので、あの目開けてるやつだけでお願いします。握手会もお話し会も待っております。まあ埋もれてるのはまあちょっと誤差ということでよろしくお願いします。そうね、そんな感じでした。本日もありがとうございました。うーん、皆様、社会人なり学生なり応援してますので一緒に頑張りましょう。
そんな感じでした。でずっと言ってるね。無理せず無理せず頑張りましょう。お仕事なり学校なり。新生活も頑張ろうね。変わってなくても頑張ろうね。そんな感じで、ありがとうございます。あ、待って、ランキング、あ、読んでなかった。あ、超忘れてた。あ、30秒しかない。あ、どうしよう。本当に無計画でごめんなさい。13位あばらさん、12位ゆうきーさん、11位ルイージさん、10位ダオスさん、9位にゃんほそさん、8位たけしさん、7位ピーヤマさん、6位ひろきさん、5位ビビベベさん、4位豆太郎さん、3位日向夏さん、2位タナさん、1位コウさん、ありがとうございます。本当にごめんなさい、ギリギリで何も考えてなかった。すいません、無計画でありがとうございました。また良い一日をお過ごしください。良い新学期を。お話し会と握手会待ってます。バイバーイ。切れちゃうかな。